つの物質の中の作りと言います。今日勉強するのはこの辺で作りだけね。他にもいろいろあるんだけど、ちょっと見てみよう。例えば漢字の上だけ、浮かんぶりの漢字も知ってるよね、みんなね。この宿っていうのもそれ。あと漢字の下が魚、ちょんちょんですね、これ。とか、門っていう字は構えの仲間なんだけど、これは周りをね、囲むようなやつ、構え。あと庭っていう字はこう、垂れっていう仲間。まあ、あんま出てきてないかな、これ。あとほら、よく知ってる、遠いとか、通るとか、神妙のやつはここの尿。ここのいつ、こういう形のやつは尿っていうの。でもまだ、今日は辺の作りだけちょっと勉強したいと思います。じゃあまずは、この教科書の漢字、問題もやってきてる人手を挙げて。この問題。やってきていますか？今やった、これやった。今やった。まだやっていない人、おしゃれさんやってない？教科書書いてない。じゃあここの漢字全部で4つできるんだけど、誰か前に来て書いてくれますか？あ、やってね。前に来て書いてくれますか？4つとも。4つ？2つですか？4つとも前に出てきて書いてください。いい？やってますよ。全部で7つできます。そしたら新しい感じができる。勝手に新しい感じを発明しておいてるよ。何の何ができるでしょうか。いい、最初は一人でこっそりやってお隣さん見えないように。例えばこれとこれどっちも変だったんですか。これとこれコロナ。体ダメなんですか。体って作れないでしょ。作れる。糸木って言ってるのは人偏と危険で漢字の左側に来るやつね。いい？木だったら先生絶対違う風に書いてるでしょ。だって木だったら右と左どっちもこうでしょ。でもこれはこっち側が短いから変だよ、奇変。そうでしょ。ボタン。つまりこれは左側に来るからのものです。もう使っちゃってる。だからそれ消して他のと組み合わせて。はい、できました。翔さんすごい。左側に方言という感じ。はい、次